今日はパイクスピークさんからスタンディングデスクをプレゼントしていただいたので、そちらを開封してレビューしていこうかなと思います。で、私はすでにフレキスポットさんのスタンディングデスクを持っていて、すでに持っているのでいらないですというふうに言おうかなと思ったんですけど、ちょうどですね、私と一緒に働いていてお世話になっている方が、スタンディングデスクを欲しているというふうに聞いたので、その方にプレゼントしたいなと思っていただくことにしました。で、私のこのスタンディングデスクは足だけ購入して、天板は自作したもので、今回のものは天板付きのものになります。でちょっと調べたら、すごい良さそうだったので、これから開封するのがすごい楽しみです。じゃあ実際にですね、友達の家に行って開封してレビュー動画を撮りたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで早速友達の家に来ました。一緒に株式会社ゲームヒントというのを創業したマッツンです。マッツンです。で、今こちら映っているのがパイクスピークのスタンディングデスクです。で、これを2人で組み立てていこうかなと思うんですが、なんと組み立て時間が5分から10分で、工具も不要とのことなので、スタンディングデスク界の中ではおそらく一番組み立てやすいんじゃないかなと思っています。それでは早速組み立てていきます。こちらが説明書なんですけど、説明書に動画にチェックと書いてあるように、おそらく動画で分かりやすく組み立て方が分かるんじゃないかなと思います。で、今、段ボールから開封して部品だけ出した状態なんですけど、鬼のように部品が少ないです。これが天板で、これが足につながる部分で、これが下の足ですね。と、あとはこのコンセントだけなので、1、2、3、4、5。5つしか部品がないです。じゃあこれから組み立てチャレンジをしてみたいと思います。タイムアタックです。はい。5分。もしかして組み立て終わり？終わりです。はい、ということで、今ですね、組み立て自体はこれで完了したのかなと思います。5分以内で、組み立てが完成してしまいました。公式には5分から10分って書いてて、今回2人でやったので、早いっていうのはあるんですけど、それでも10分はかからないだろうなというぐらいなので、本当に簡単なのは間違いないです。じゃあ、ここからひっくり返して、使用感とかを、レビューしていこうかなと思います。で、こっちが、スタンディングデスクの、いろいろ操作する部分です。上を押したら、こんな感じで上に行くと。で、下を押したら、もうどんどん下に行くというような感じです。で、一番上まで行くと、119が多分トップなのかなというような感じです。で、こっからメモリ機能の紹介なんですけど、ある高さで、固定させたいというか、その部分を覚えさせて、いつでもその高さにできるようにしたいっていうことがあるかと思います。その時に、ここら辺の1、2、3、4っていうのを使うんですけど、例えば、ちょっとですね、114とかでじゃあ固定させたいとします。そしたら、この1の方をちょっと長押しすると、こんな感じで今ピッてなったかと思いますが、これで記録されました。なので、例えばちょっと下の方行きますね。音もやっぱ静かですね、かなり。で、メモリの1を押すと、こんな感じで、どんどん上に上がってきてくれるというような感じです。おそらくさっきの114のところで止まるんじゃないかなと思います。ここからゆったりになって。はい。ちょうど114で止まりました。っていうようなメモリ機能が、1だけじゃなくて2、3、4にもあるので、座った時はこの高さがいいってなったら、座った時の部分をメモリ、記録させて、立ってる時はこんぐらいがいいっていうのがあれば、記録させるというような感じでできます。で、あとはですね、このスタンディングデスクめちゃめちゃいいなと思ったのが、ここの USB です。タイプ A が2つと、タイプ C が1つあって、タイプ C あるのめちゃめちゃ嬉しいですよね。多分エンジニアからするとかなり嬉しいんじゃないかなと思いますが、この USB があるっていうのは、すごいいいところかなと思います。で、一番右側のこの部分は何かと言いますと、こっちを押すと、はい、これですね、ロックという風になったので、このロック状態だったら、例えばね、こんな感じで押したとしても、ロックですよということで動かなくなっております。結構ね、スタンディングデスクあるあるなんですけど、間違えてここ、パッと触れてしまっただけで、上下しちゃうみたいなことがあるので、自分のお気に入りの高さを決めたら、もうそこでロックして使えるっていうのも、いいところなんじゃないかなと思っております。
で、あと一つ、パイクスピークのスタンディングデスクでいいなと思ったところがここです。この引き出しです。結構ね、スタンディングデスク引き出しがついてないことが多いんですけど、ついてたらついてたでやっぱ便利だなと思ってて、机の上って結構ごちゃごちゃになったら集中力とか途切れがちですので、まあそういう時とかに、ここの引き出しとかに入れて、まあ、収納するという使い方はいいんじゃないかなと思います。で、そこに関しては、まあそこまで深くはないんですけれども、まあ十分な、大体のものは入るんじゃないかなと思いますので、まあ結構十分な収納力かなとは思います。はい、ということで、引き出しの紹介でした。で、衝突防止機能というのもありまして、今からちょっと実演したいと思います。まあ、ここら辺に物とかがあった時に、まあ、下まで行き過ぎた時に、まあ、潰してしまわないかというような心配があるかと思いますが、それを防止するためのものですね。はい。今これに当たった瞬間に、まあ、ちょっと上に戻ったかと思いますが、これが衝突防止機能です。この下の部分のすっきり具合が結構すごいなと。スタンディングデスク結構やっぱここら辺なんか構造がぐちゃぐちゃってなったりとか、まあなんか結構ね突起みたいな感じで出てたりするけど、まあ、それがまあシンプルだなっていうのが、まあ、見ててまあ気持ちいいというか、すごい綺麗に映るなとは思った。まあ他のやつをまじまじ見たことがないかわからん。で、個人的に一つだけ、なところがありまして、それが何かというと、ちょっとこっちですね。下の方の足で、この、まあ、つなぎみたいなのがあって、まあ、これがあると、例えばちょっとね、あの、椅子とか、締めようとした時とかに当たっちゃうんじゃないかなとかあったりして、かなというふうに思いました。これがなかったらもう最高だなというような感じですね。で、ちょっと伝え忘れたんですけど、今回のこのスタンディングデスクのこの天板の色っていうのは4色から選べます。で、今回こちらの色っていうのはウォールナットブラックでして、他にはブラックとホワイトと、あとメイプルホワイトっていう、まあ、ちょっとね、あの明るい木の色みたいなやつがあるんですけれども、まあ、この4色から選べるっていうところをちょっと覚えておいてください。で、パイクスピークがめちゃくちゃいいなと思ったのは、やっぱり組み立てです。まあ、二人で組み立てたっていうのもあるので、4分で終わったっていうのはあるかもしれないんですけど、一人で組み立てても間違いなく10分で終わると思いますし、もう本当に工具不要っていうのはいいかなと思いました。まあ、引っ越しの時とかもすごい楽そうですよね。ぜひ、スタンディングデスク考え中の方は参考にしてみてください。で、自分もスタンディングデスクを買って、まあ、めちゃくちゃ良かったなと思うのが、やっぱり腰の痛みとかがほとんどなくなりました。今までずっと座って、あの、椅子に座ってやってたんですけど、やっぱり立ってやることで、まあ、すごい健康的というか、腰とかが痛くならないので、本当にスタンディングデスクはエンジニアさんにはおすすめしています。ぜひ、参考にしてみてください。はい、ということで、今回はスタンディングデスクを組み立てていきました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。